どうも NMB48 のケイトこと塩月ケイトです。なんと去年に引き続き今年も花の甲子園の大会アンバサダーをさせていただくことになりました。ありがとうございます。去年初めてこの花の甲子園の大会アンバサダーをさせていただいて、いけばなというものにもうまず一番ゼロの知識の時点からスタートしたんですけれども、この皆さんの大会をされてる姿だったり、自分自身もお稽古してみて、いけばなに触れて、すごいいけばなって奥深くて面白いなっていう風に興味も持ちましたし、すごく好きになったので、今年もこうして大会アンバサダーとしてこの花の甲子園に関わらせていただくことができてすごく嬉しいです。皆さんの素敵な作品と大会を盛り上げられるように頑張りますので、よろしくお願いします。